ヘルマン・カール・ヘッセは、ドイツ生まれのスイスの作家。主に首都小説によって知られる20世紀前半のドイツ文学を代表する文学者である。南ドイツの風物の中で、穏やかな人間の生き方を描いた作品が多い。また、ヘッセは、風景や、蝶々などの水彩画もよくしたため、自身の絵を添えた、詩文集も観光している。1946年に、 ガラス玉演技などの作品が評価され、ノーベル文学賞を受賞した。1877年に、ドイツ南部ビュルテンベルク王国のカルフに生まれる。ヘッセ家は、エストニアのバルトドイツ人の家系である。ヘッセの父親は、その名を、カール・オット・ヨハネスといい、スイス・バーゼルの宣教師であった。カールは、ヘッセの祖父カール・ヘルマン・ヘッセと、祖母ユニーラストの間に生まれた、イツオであった。 そして、カールは、インド生まれのマリー・グンデルトとの間に4人の子供を、儲けた。ヘルマンは、その2人目の子供である。1881年に、両親は、不況雑誌の編集のために、バーゼルの伝道館に招かれる。ヘッセは活発な子供で、4歳頃から足を作っていた。1886年に、母方の祖父のイルカルフに戻る。難関とされる。 ビュルテンベルク州立学校の試験に合格し、14歳の時にマウルブロンの神学校に入学する。しかし、半年で脱走してしまう。ヘッセは両親の知り合いの牧師から悪魔払いを受けるが、効果はなかった。その後、ヘッセは自殺未遂を図ったため、主テッテン神経科病院に入院する。退院後に、ヘッセはカンシュタットのギムナジウムに入学するが、 その学校も退学してしまう。それから本屋の見習い店員となるが3日で脱走する。当時の経験は車輪の科の原体験となっていると言われる。その後様々な職に就きながら作品を執筆し1895年からは中便元のヘッケンハワー書店の店員として働く。これはヘッセが作家として成功を収めてから有名になり店には ヘッセの作品のコーナーが作られた。1896年にウィーンの雑誌に投稿したマドンナという詩が掲載された。1899年に最初の詩集ロマン的な歌を自費出版。1904年27歳の時にヘッセはマリア・ベルニリという女性と結婚し、次男のハイナー・ヘルマンを含む3人の子供を設ける。この頃のヘッセの作品は ノスタルジックな雰囲気の漂う牧歌的な作品が多い。これらの作品が描く世界は、ある意味では、一つの価値観に基づいた、予定調和の世界となっている。1904年から、ボーデン湖畔の外縁方編に住み、1912年からは、スイスのベルンに移った。第一次大戦中には、ドイツの捕虜救援機関やベルンにある、ドイツ人捕虜救援局で働いた。 1919年のデミアン執筆前後から作風は一変する。この頃、第一次大戦の影響などもあり、ヘッセは深い精神的危機を経験する。ティチーノ州のモンタニオーラという小さな村に落ち着き、カール・グスタフ・ユングの弟子たちの助けを借りながら精神の回復を遂げる。その中で、ヘッセの深い精神世界を描いた作品がデミアンである。 それ以降の作品には、現代文明への強烈な批判と洞察、精神的な問題点などが多く描かれており、ヘッセをドイツ文学を代表する作家に押し上げた。1924年、ヘッセはルート・ベンガーという女性と結婚したが、3年後に離婚した。同年スイスに帰化した。また、1931年には、 アシケナジムユダヤ人のニノンドルビンという女性と結婚する。なお、ヘッセとニノンは長年の間文通をしていたそうである。秘書地ジルスマリアでヘッセの滞在していたホテル平和主義を唱えていたヘッセの作品はナチス政権から時代に好ましくないというレッテルを貼られてドイツ国内で紙の割り当てを禁止された。1946年ヘッセは ノーベル文学賞とゲーテ賞を受賞する。翌47年には、生まれ故郷のカルフ氏の名誉市民となる。同年、アンドレジットの訪問を受ける。1962年、ヘッセは43年間を過ごしたモンタニオーラの自宅で、死去し、サム・アッポンディオ教会に葬られる。去年85。自分が生まれた、カルフと2番目の妻と暮らした、ボーデンコ湖畔の外縁方面。 そして3番目の妻にノンと長年住んだアルプス南麓の村モンタニオーラにその業績を記念し作られたヘッセ博物館がある。カルフの噴水にあるヘッセのレリーフ外援方編の博物館にて再現されたヘッセの書き物机詩集小説随筆評論全集。ありがとうございます。